僕、テレビあんまりっていうか全く見ないんですけど、ワイドショーでは毎日、豊洲問題に明け暮れてるようで、最近はちょっと森友学園と両方のようですけども、いずれにしてももう豊洲問題でずっと持ちきりのようですね。で、20日には石原慎太郎元知事が東京都の百条委員会に喚問されるということで、これがクライマックスですよね。で、なんかその責任を追及するっていうんだけど、一体何の責任を追及するのかもう一つよくわからないんですね。で、今度石原さんの方はなんか小池さんを、ね、訴えるっていうのもその行政訴訟ですね。要するに彼女が去年知事になってから半年近くね、豊洲の移転を延ばしてきたと。で、その間に東京都に損害を与えてると。で、今後もおそらく1年ぐらいまだ与えるだろうと思われるわけですね。で、それを、その訴えを起こすっていうようなことをおっしゃっていて、小池さんは小池さんでね、石原さんに対して住民訴訟を起こされてるのを、なんか自分がそっちの住民の側に味方するっていうようなことをおっしゃって、何が何だか分かんない状態になってるわけですけども、そもそもね、このワイドショーがわわ騒いでる、そういう問題の前提として、豊洲に移転するっていうのは、どこがまずいんですかね。もう今のよく分かんないんだけど、なんか地下にね、ベンゼンが79倍出てきたとかっていうけど、あれはコンクリートの下ですよね。で、コンクリートの下の地下水が汚れていても、コンクリートの上の市場には影響ありませんよね。こんなの誰でも分かることだと思うんだけど、ところがね、この間アゴラで中西淳子さん、中西さんっていうのは、この分野の、第一人者ですから、彼女はね、この問題について 書いてらっしゃったんですけども、彼女はね、お友達とね、この問題話すると、いや、あれは当日危ないからやめた方がいいわよねってことで、なんでって聞いたら、いや、そんな汚れた地下水で刺身洗って食えないわよって。いや、豊洲は井戸水とか使いませんから関係ないんですけどって言うと、あ、そうなの。で、急に話が盛り下がるっていう そのレベルの話をね、ワイドショー毎日毎日やってるわけですよ。で、昔の、原発事故の後の放射能の話と似てますよね。あの時原因はね、放射能ってちょっと分かんなかったから、あるって言えばあるわけで、何ミリシーベルトとかね、言われるとちょっと怖いなっていうのがあって、みんな逃げたと。で、今度の豊洲の場合は、その地下水の汚染ってもっと分かりやすい話で、数字がもうちゃんと出てるわけですよね。で、問題ないっていうことも、もう東京都が何度も答弁して分かりきってるわけだけど、それでも、なんていうか、怖いというのが、頭に刷り込まれちゃってるわけですね。で、ワイドショーも、見てる人の頭にそういう恐怖が刷り込まれてるから、その恐怖を煽るようにやるわけですね。出てくるコメンテーターもみんなそういう人ばっかり出てきて、で、僕のがたまに言われると、何が悪いんですかって言うと、なんかちょっとそれ台本ないからやめてくれみたいなね。要するに、じゃあもう台本はそういうなんか怖いとか危ないとか有効って人しか出てこないようになってるわけ。そうすると、見てるおばちゃんはね、ああ、そうか、やっぱ怖いんだって思って、ほいでそういうおばちゃん同士の会話で、やっぱ怖いわねと。ね、そんなところで洗った刺身なんか食えないわねという そういう噂が広がっていくという面白い状態になっているようなんですけども、これってね、なんていうか、ちょっとバカにできないところがあって、僕も昔テレビの仕事やってて分かるんですけど、テレビってね、はっきり言って賢い人見ないわけですよ、あんまり。テレビ一日中3時間4時間見てる人って、大体お年寄りとかね、専業主婦とか、こういうこと言っちゃ怒られるけど、要するに世の中でバリバリ働いてる人が見るもんじゃないわけです、ワイドショーなんでね。そうすると、そういう人はどういう人かっていうと、そっち側って情報弱者なんですよね。で、情報弱者の人っていうのは、どういうふうにテレビ見て反応するかっていうと、例えば豊洲のね、その汚染が築地と比べたって、どう考えたって築地の方が危ないし、それから汚いわけですね。今週も宇佐美さんと築地行ってきましたけど、もう魚なんかそこら辺にゴロゴロ裸で転がしてあるわけですからね。
そこにこう国道が通っててもうね、排気ガスやら何やらこう全部そこに来るわけだから、どっちが汚いかなんてもう言うまでもないわけですよ。ところがその東京都はね、その築地のそう調査はしないし、もちろん水質汚染の調査もしない、やったら出てくるに決まってるわけよ。でもとにかくその築地のことは言わないで、豊洲が危ないってことだけを言うわけ。じゃあ豊洲がね、もう絶対安全かとか何にもリスクがないかって言えば、それはゼロではないでしょうよ。じゃあ築地はどうなんですかってことを言わないわけね。これこの間ね、猪瀬直樹さんとね、猪瀬さんあなたは安全だって言ってるのに、なんかドンがどうとかこうとかね、関係ない話を持ち出すのおかしいんじゃないですかって言ったら、そうなんだよいやね、あなたもおっしゃる通りなんだけど、その民法ではねそういうこと言っちゃいけないんだよいやそれに迎合してどうするんやというね、もうね、わからん、わけのわかんない世界になってて、世の中がそういうね、まあ、はっきり言ってその情報弱者に合わせてね、こうテレビもできていくし、それから政治家もね、そういうのに迎合して、で、まあ、小池さんなんてそういう意味でね、非常にこう巧みに政治家としてはやってるわけですよね。でそういう情報弱者を味方につけて石原さんを敵として叩くと。でこういうやり方ってのはまさにこうポピュリズムなわけですけども、こういうポピュリズムってまあ昔からあるわけですよね。である意味ではそのテレビとかマスコミっていうのは、そういうこうポピュリズムの道具そのものであると言ってもいいわけで、でこれはね、まあ、ちょっと難しく言えば、こう進化の過程で人間がね、そういうこう感情的に反応するっていうふうにこう脳ができてる。それは全く冗談ではなくてですね、あのカーネマンのね、あのファーストシンキングスローシンキングっていう、ね、有名な本がありますけど、日本ではタイトルなんだっけ忘れちゃったけど、とにかくシンキングファーストアンドスローだね。要するにね、早い思考と遅い思考ってあるわけですよ。でその論理的な思考っていうのは遅いわけですよ。いろいろこうね、こう前提になることをこう積み上げなきゃいけない。で感情っていうのは早いわけ。人間の行動っていうのは8割以上感情でやるんです。それなぜかというと、ね、我々の祖先が昔こうね狩猟で暮らした時には、こう敵が来た時にね、こいつは敵かどうかってこう論理的に推論してると殺されちゃうわけですよ。だから見たことないなと思うとパッと逃げるっていうふうに、そのファーストシンキングをするわけですね。早い思考をするわけ。それは正しいですよ。進化的には正しい。だからみんなね、そういうふうにこうパッとこう、でしかも一遍刷り込まれたらもうそれはね、こう変えないと。一遍豊洲危ないっていうふうに刷り込まれるともうそれでずっと行くというのはね、ある意味でこう進化的には正しいわけで、それをね合理的に考えるとか理性的に考えるっていうのは、実は進化的に見るとあんまり有利じゃないやり方なわけですね。でもまあそういうこと言ってらんないんで、やはりそろそろね、皆さんこう合理的にものを考えるということを身につけた方がよろしいんじゃないでしょうかということで、4月からはアゴラ経済塾で合理的に考えるというシリーズをやりたいと思います。最後はコマーシャルでした。